9×25万なんですよね。もう考えたくないですよね。Hello everyone! Happy New Year! ということで、明けましておめでとうございます、昨年は大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。ということで、皆さん真面目なご挨拶をさせていただきたかったんですけれども、すみません、ハートのパジャマとちょっとラフな格好をしてしまっていますが、皆さんに新年のご挨拶を差し上げたくてこのようなビデオを作りました。ということで、固い挨拶は ここまでにして、今日は、私の新年の目標みたいなようなところを語っていきたいかなと思います。英語では New Year's Resolutions というふうに言います。まあ、目標がたくさんある場合には Resolutions というふうに言ってくれればいいと思うんですけれども、皆さんの New Year's Resolutions は何かなというところ、もし何か、発言したいという人がいたら、下のコメント欄に自分が思っていることというのをだんだん、つけて、コメントしてください。というのもですね、チャンネル登録者数が600人を超えましたよ。皆さん600人を超えたということは、600人と私は話せるということですので、ぜひ下のコメント欄に600人の人が600人の目標を、書いてくれるように願っております。ということで、今回は私の New Year's Resolutions を話していきたいと思いますが、メモしたのでちょっとこれに書かせて、くださいね。そうですね、 New Year's Resolutions、3つあります。私、3つのうちのまず1つ目、1つ目ですね、大学ですね。今カナダの大学生なんですけれども、2019年の12月に私帰国しました。というのも、コロナの関係で帰国したということよりも、実はですね、大学のお金が自分で払えなくなってしまったんですよね。というのもカナダの大学で1年に300万弱かかるんですね、フルにクラスを取るとですね。で、私が2019年の12月に帰国した時には、みずほ銀行に4600円しかお金がなくなってしまったんですね。ギリギリで飛行機取って、ギリギリで成田空港に降り立って、そして、彼に回収されたみたいな感じで帰ってきたんですけれども、本当にその次の後期のお金、学費を払うことができなくなっちゃったんですね。まあ、4600円で何もできないですよね。ギリギリ成田から家に帰ってこれるか来れないかっていうような状況でしたけれども、まあね、なんか自分が持ってるゴールドのイヤリングかなんかをメルカリで売って、そこで3万ぐらい作って3万4600円みたいな、それが私の全財産みたいな感じだったんですけども、そうですね、それで始まったのが2020年だったんですよ。私の2020年の1月1日って3万4600円だったんですね。そこから始まったので、いやー、2020年はね、あと1年で大学卒業なのに、その1年分のお金がない、300万弱だ、また貯めなきゃっていうところから始まったら、あれよあれよという間にコロナになっちゃって、でその帰れなくなったり、お金は貯まってきているんだけれども、本当は帰るはずだった9月の時期も逃してしまっていて、今ここにも至る2021年ですよっていう感じなんですね。なので私の2020年って3万4600円から始まって、ずっとお金は頑張って貯めてたんですけれども、大学の単位とか取るのって一切進んでなかったんですね。2020年って何も大学のものを進めることができなかった1年だったんですよ。で、2021年になりましたから、まあいい加減ですね、1年経ってきたので、カナダの大学もズームでね、でレクチャーして、そしてそれを生徒が単位を取るっていうような体制は整ってきていますから、2021年に関してはもう私もね、そのズームの体制に乗っかって、ズームで日本に5つ大学の授業を取っていこうかなというふうに思っています。なので私の目標はもう大学の授業を進める、しかもあと1年で卒業というところですので、来年、今年の12月の末までには、ほとんどの卒業に必要な科目教科を取り終わっているというような状態にしたいなというふうに思っています。なので具体的には1月から4月のこのウィンターセメスターというふうに言いますけれども、このウィンターセメスターでは早速3教科取ろうと思っています。で、5月、6月、これ、サマーセメスターというふうに、サマーコースとかっていうふうにも呼ばれていますけれども、大抵は4ヶ月の授業のスパンであるんですが、5月と6月っていうのは
2ヶ月で4ヶ月分の分を凝縮してやるっていうやつですね。それを5、6月で 2教科取ろうと思っています。で、そうですね、で9月になったら、多分9月になってもあのカナダに帰ってこいっていう風に大学側の方も指定してこないと思うんですね。もう Zoom でやるんじゃないかなと思うので、9月からは4教科取ろうと思っています。そうすると、今の1月から4月で、3教科、そして次に、2教科で、次に4教科っていうことで、3、4、5、6、7、8、9、9教科取るような感じですね。2021年は9教科取り終わっているんじゃないかなというふうに思います。そうすると残り、私の大学の卒業するための必要な教科数は残り2個になります。なので2021年が終わるまでに9教科取り終わって、残り2教科で全て卒業ということです。でその2教科っていうのはセミナーになりますので、セミナーっていうのはですね、なんかまあ卒業論文書くようなゼミみたいな感じですね。それが残っているんですけれども、それに関しては本当に最後の最後でカナダに行って大学の教授に会って、セミナーやんなきゃいけないのかなとかいろいろ考えてますね。その2教科はどうなるのかっていうのはちょっとまだわからないんですけれども、目標としては9教科を取るっていうのは確実にやっていこうかと思います。まあ、その9教科をですね取り終わるってなるとね、9×25万なんですよね。もう考えたくないですよね。225万。まあね。っていうことですね。まあね。まあ大丈夫でしょう。まあ私貯金得意なのでね、もうざっくりと貯まりますよ。ほんと貯められるのでね、貯まっていきます。貯めさせます。貯めてみせます。貯めろ。貯めよう。貯めたまえ。次ですね、それが1個目のレゾリューションになります。で2個目に関しては、まあ大学のこともあったんですけれども、動画更新ですね。2個目の目標は動画更新で、動画をこのようにずっとリンゲージの方のもやっていこうと思ってますし、そうですね、新しいチャンネルとか、リンゲージのチャンネルとかじゃなくって、自分がやりたいなっていうふうにずっと思ってたチャンネルとかがずっとくすぶったままでいるので、友達と一緒にやるとか、なんかしーちゃんと一緒にやろうかとかっていうふうに言ってるチャンネルもあるし、あと自分が持ってる本当にプライベートのチャンネルもずっとあるんですけど、そっちもなんかもうね、あんまり愛着がなくなっちゃって、あんまりそっちも上げてないんですけど、あ、もし見たかったら別に見てもいいですけれども、昔の私のやつなんで、まあ、見てもいいですけれども、そっちのプライベートの方もあるので、そっちをどうするかなとか、自分がやりたいなって思ってるコンテンツのチャンネルとか、まあなんかクリエイターとのな感じに進んでいきたいなっていうふうに思っていますね。こっちのビデオももちろんイングリッシュ with ゆきも解説動画とかもずっとやってきたんですけど、解説動画もあと1ヶ月半ぐらいで一周回るんですよ。なんと1年続けてきたんですよね。なのでその1年続けてきて解説動画とか終わって、一周回るともうレベル 1,2,3 とファンデーションに関しての解説動画全て作ったことになるので、あとはなんか、修正が必要な動画とか、あとは画質が悪い動画とか、あとは字幕がついてない動画とか、あとは字が分かりづらい動画とか、まあちょっと絵的に悪い動画とか、そういうのをまあちょこちょこそこだけ修正入れて直していくっていう感じで、あとはもう解説動画からまあ離れたいっちゃ離れたいんですよね。ずっと解説動画のスパイラルにはまって新しいこととかもできないし、19日間入門プログラムとかの方もまだ進められてないし、新しいなくやりたいなっていうふうに思ってるコンテンツがたくさんなんですけど、もう解説動画で手一杯でできないから、自分がやりたいなと思ってるコンテンツを入れていきながら、もう早く解説動画終わらせるっていう感じですね。もうそういったいろんなこう目論みっていうのを進めていって、解説動画を動画配信をしていこうかなっていうふうに思っているっていうのが今年ですかね。まあ、新しいチャンネルとかね、私の違うチャンネルとかくだらないチャンネルとかも興味があったら
こっちでもまあ宣伝してもいいんですけれども、別にね隠すようなことじゃないので、なのでまあ会ったら楽しく皆さんが見れそうだったらね、見ていったりしてもらってもいいですし、とにかくなんかそう自分をね表現するようなそういうチャンネル、表現することが好きなので、絵描いたりとか、なんか人を楽しませることが好きなので、なんかそういうような自分のスキルでなんかそういうことができるようになりたいなっていうふうには思っているっていうことで、2個目は動画配信、それが私の目標でございます。まあ、いろんな面での動画配信で、3つ目、最後のリゾリューションになるんですけど、これに関してはまあ読書ですかね。行き着くところは読書をするっていうふうに思いました。まあ、なんだかんだ言ってね、時間がないからとかっていうふうに、なんだかんだずっと言ってきて、仕事もね2個あるし、リンゲージと他にもう1個の仕事もあるし、動画配信もあるし、かたや、私学生でもあるしっていうところで、そうですね、なので時間がない時間がないっていうような言い訳をやめて、その動画読書をもっとしようかなっていうふうには思っています。まあ、何冊読むとかいうような数は言わないっていうか、そのあんまり決めないようにはしてるんですけれども、自分が興味があるものを知りたいっていう気持ちのまま、いろんな読書をしていこうかなって思ってます。例えば世界史とかね、世界史の読書もすごいしたいし、読書だけじゃなくって世界史に関わることとかの動画とか勉強とかもしていきたいから、私がなんかずっと見てるムンディ先生っていう歴史の先生の授業の YouTube とかも、本当だったらずっと書き取りとか、そのムンディ先生の黒板の書き取りとかして、でそれを自分なりに英語に訳したりとかして、英語で日本史、世界史や日本史を学ぶとかいうようなことも昔はやりたいなって思ってたんで、世界史を勉強するっていう目標を立てるよりも、自分が知りたいなっていうふうに思ってるものを読書するっていうふうにな目標にした方がいいのかなと思って、世界史とか英語頑張るとかいうとっかかりとかいうよりも、英語が頑張りたいから、世界史をもっと勉強したいから、世界史も英語で喋れるようになりたいから、だから、英語勉強頑張るとかじゃなくって、それに付随して必要になってくる知識とかも入れるために、ざっくり読書っていう風にしようかなと思って、読みたいものを読むっていうようなのが3つ目のリゾリューションになるのかなと思います。なので読書ですね。そうですね、なので他の読書、英語の本とか世界史の本とか言語学の本とか認知言語学の本とか、チョムスキーとかの本とかも読みたいし、あとはそうだな、なんかまあ歴史のことになっちゃうんですけれども、なんかそうだな、世界第一次世界大戦とかの本のも知りたいし、あとロシアとか日露戦争の話とか の論文も昔カナダの大学で書いたりしたんで、ロシアのそういう歴史の本とか、あと今埼玉大学でね、ロシア語とドイツ語を取ってるんですよ。でそのなんで取ってるかって言ったら、そのドイツ語とロシア語の埼玉大学で取ってる単位も私のカナダの大学に移行できるから、しかもちょっと安上がりだからね、全然安上がりだからね、ドイツ語とロシア語を日本の大学で取ったら1教科2万5000円とかなんですよ。でもカナダで1教科取ったら25万なんですからね、おかしいでしょ、10倍ですよ、10倍。だったら日本の大学で5万円で取った方がいいんじゃないかなと思って、去年の9月からロシア語とドイツ語を取ってるわけですよね。だけどもう単位移行できないっていう風にな言われちゃったから、カナダ大学から、あなたはこれ以上日本の大学から単位移行できませんっていう風に言われちゃってるから、もう泣く泣くねカナダの大学の単位を取るしかないんだけども、まあ、話はずれちゃったんですけれども、まあだから何の話だっけそうね、そうね、だからロシア の歴史とかも好きだからロシア語今取ってるわけだし、例えばロシア語を勉強したら、例えば読書するのも、なんだろう、ロシア語で読書、なんかドストエフスキーとか言えないなとかっていうのとか読んでみたりとかね、したいなとか思ったりするし、ああそうだな、あとやっぱ読書だったら、そうね、漱石とかの本とかももう一度読み直したりとかもしたいし、坊ちゃんとか心とかも
で読み直したいし、うん、芥川とかも読み直したいし、いろんな読み直したい、そして読んでみたいのってたくさんあるかなって思います。そういうのも、まあ、日本語でね、日本語で読みたい、っていうのもやりたいと思ってます。まあ、ということでね、それが私の、3つの New Year's Resolutions になるのかなというふうに思います。はい、そうまとめると、1つ目は、まあ、もちろん大学、卒業に近づくためにほとんどの必要な授業を取り終える、それが2021年。で、2つ目は動画の更新、まあ、ざっくりいろんなコンテンツとかチャンネルをやっていこうかなと思ってるんだけれども、まあ、ざっくり動画の更新で、3つ目っていうのは読書、もう本当に自分が知識知りたいなと思ってるものの読書、日本の文学とかから全てロシアの方まで手をつけたりとかして、もう本当にざっくり読書、っていう3つを挙げてみました。はい、皆さんはどうでしょうか。ということで、私の雑談になりますけれども、こんなような、私ですけれども、皆さんと一緒にお話しするのが好きで、ここまで176本、これが177本目になりますけれども、ここまでやってこれたと思いますので、これからも皆さんと、このようにお話ししていけるように、リンゲージでお会いしたらたくさんお話ししたいですし、コメントとかでもたくさんお話ししていきたいと思いますし、これからも皆さんと一緒に仲良く楽しく、過ごしていきたいいける一年になればいいなというふうに思っています。それでは、Thank you very much for watching. See you next time. Next lesson ね。レッスンで会いましょう。 Thank you. Bye bye.